9月3日、松山市正木町津々井にある正木公園で、令和5年度正木町総合防災訓練が行われました。今回は南海トラフ地震を想定した正木町地域防災計画に定める総合防災訓練となっており、会場では段ボールベッド作成体験や応急救護訓練、松山地方気象台による気象情報展示コーナーなど、さまざまな体験訓練が行われました。これで4人でこういう感じで、これでいかなんだらここがちょっと弱いなんだったらここも、まあ、こういうふうにこう津波が起こって、こういうふうになると、まあ、家を押し流す、まあ、こういうふうになる。はい、火災を発見しました。水中に知らせてください。火事だ。火事だ。全体的に燃えとるもの自体かかるようにずっと前に進んでいってください。はい、OK です。このような訓練を通して住民一人一人の防災意識と防災行動力の向上を目指します。